じゃがしょ。さよならは誰に言う。さよならは悲しみに。雨の降る日を待って、さらば涙といよう。森田健作のさらば涙と言おうというわけで、千葉県へ行ってまいりました、一応日本全国47都道府県を制覇したいという誰にも頼まれちゃいないんですけれども願望を持っておりまして、今44県達成しているんでわけでありまして、で45番目が千葉県、あと2県残ってる。これ四国、愛媛県と高知県、これはなかなか行けないんですけれどもね、千葉県もなかなか行けるところ、まあディズニーランドが千葉県だといえば千葉県、まああれはね、別の国ですから、あれはこっちへ置いときまして、初めて、千葉県へ行ってまいりました。成田山新勝寺という、行って帰ってきたら團十郎が死んじゃいましたね。なんか私が悪いことしたのかなと思ったりなんかしてるんですけれども、成田山新勝、1月の20日であったもんですから、まだまだ正月気分が残っておりましてね、賑やかでございました。なんだか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 という、ごまを炊いて、なかなかいいもんでございます。で、私が行く1週間前にテレビでアトマチック天国という、あれで成田さんをやってましたんで、やってたんだけど私は見損なったんだそうするとテレビというのは恐ろしいですね、もうゾロゾロ来てる人、ここのまんじゅう屋ねテレビでやってた、ここのうなぎ屋テレビでやってたって、そんなのがゾロ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 と歩いてるわけでありましたああそうか、テレビというのはすごいなと思いながら、まあ成田さんお参りをして、それから房総半島、南房総の方へ向かっていきましてね、で、のこぎり山というのがありまして、あんまり知らなかったんですけれども、そういう大日本寺というお寺があって、のこぎり山という崖のところにこう下を覗く写真だけ見ましてね、そこへ行ったんですけれども、3時に着いたんです。そうしたらね、駐車場のおじさんが、4時に閉まるからね、もう見てる時間ないよ3時について見てる時間ないよって、それはね、かわいそうだと思ったんですけれども、まあ、あのロープウェイがありましたから、それピュッと上がってピュッと走ってピュッと行ってピュッと帰ってきて、忙しかったんですけれどもね、で、富浦というところで泊まりました。明くる日が房総半島フラワーラインという、車で走りましてね、土砂降りの雨車から降りられもしない、トイレ行くにもどうしようかなと思うような、ところでありました。でお客さんに、あの房総半島行ったことある、行かないよあんなとこ、イラゴと変わんねえじゃないまあね、そう言われちゃうと日本のあの海岸端なんてのはどこ行ったって同じなんですよ本当はね、大して変わらない。おまけにあの房総半島フラワーラインなんてますけれども、道路端にあの菜の花が咲いてて、本当にイラゴと変わらないんですよ、田原と。あそこで間に合わせときゃいいなと思ったんですけれども、でまあ雨が降っててしょうがないし、まだそのシーズン前ですね、花のところだとか何かあったって雨降ってるし、開いてないし、やっとでたどり着いたお寺は休みだったりね、もう散々な目にあって帰ってきましたけど、でもまあ漁港でやってたあの魚がうまかったの、漁港でやってますからね、漁港のおじちゃんおばちゃんがやってまして、ね、ものすごいにぎやかいんですよ、汚い机が並んでて、汚い椅子が並んでてね、でおばちゃんがわーって走り回ってて、でも漁港ですからね、魚は新鮮、安くてね、量はたくさんある、刺身なんかすごいですよ、包丁が切れてない、ネタは新鮮なんだけどね、切り口がねこうビビッとこう残ってたりなんかしてね、いい
い旅をしてまいりましたんですけど、でもその房総半島ですからね、暴走族がいるかと思ったら全然いない。車も走ってないんだもんね。大変なところでございました。またよろしかったら千葉県の方も行っていただきたいと思いますが、暴走に暴走族はいなかった三代旅日記でございます。ありがとうございます。流亭地楽か。これをやらないとね、私は本題が入れない。別にやらなきゃやらなくてもいいんだけどね、これが生きがいで、じゃあこれで終わって帰れって、それが生きがいですよね。本番をやらなきゃいけないと、で、今から何をやるかというと、まあ、旅の話なんですけれどもね、今はいいですよ、旅行ったって何したってね、新幹線でピュッと行って、で、駅からレンタカー借りてピュッと走って行けばいいんですけれども、これからもその、レンタカーで走ったんだ。めったに運転しないのがね、自分で運転してね、で地図も何にも見ないでレンタカーだからナビがついてるからいいやと、いけませんよ、そういう安直な気持ちは。ナビはあるんです、使い方が悪い。そうなんですよ、ねえ、画面があって、ナビじゃ使い方、電話番号を入れれば連れてってくれるという頭だけあった。電話番号を押す画面にならないよね。これは困りますね、本当にね。まあそんなこんなで苦労しながら、なんとか行ってきたんですけれども、昔の旅というとテク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 という歩いて、行くんですけれども、昔のことでございますから宿場町、いろんな宿場がありまして、そういうところへ入ってくる夕方になると、旅館の客引きがお泊まりではございませんか、手前どもにお泊まりではございませんかという、声がかかってくる。そこへ、34、5になりますかね、割と落ち着いたお武家さん、細身の大将を束さみまして鉄線を持って、許せよ、一人旅だが止めてくれるか。結構でございます。手前ども武蔵屋と申します。おお、その方が武蔵屋か。いい、手前は武蔵屋の若いもんでございましてな。おお、若いものか、その割には頭が薄いの。大きなお世話でございまして、こういうところは主以外はいくつになりましても、若いものということになっておりましてな。ああそうか、身ども万事世話苦労と申す。矢伝は総州小田原宿大久保加賀の神様の御領分にて無品屋と申す。ませまなる宿に泊まりしところ、何はさて雑魚も模造も一つに寝かしおき、巡礼が泣くやら駆け落ち者がよっぴていちゃつくやら、相撲取りがいびきをかくやら、とんと寝かしおらん。今宵はませまでもよい、静かなる部屋に案内をしてもらいたい。かしこまりましてございます。その方、名前は何と申す。伊八と申します。お前か、鶏のケツから行き来をすするのは。それはイタチでございます。私は伊八でございます。おう、さようか。矢伝が無事なで今日はイタチが出てきたかと思うてな。世話になるな。どうぞお上がりくださいまし、2階の8番さんへということで、このお侍が2階の8番という部屋に入ります。続いてやってまいりましたのが江戸の貸しの若い者でございまして、ああそろそろ泊まろうじゃねえかな、どっか宿がいろいろあるんだ、どっか行けとろうじゃねえか、お泊まりではございませんから、おう泊めてくれるかい。俺たちはね、江戸の貸しの43人だ。ありがとうございます。手前ども大勢様ほどありがとうございます。得意でございまして、どうぞどうぞどうぞお泊まりをいただきます。おい、おもやさん、ご飯かけておくれ。大勢様だ。江戸の貸しの方だからね、気が短いから。しげどん、お風呂沸かして、どうしよう、魚の方切りかかって、そう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 。気が短いからね、すっとこうやらなくちゃいけない。どうもありがとうございます。で、あと40人様はいつ頃お着きになりますかな。なんだよその40人と。あなた方43人でしょ。で、3人先にいらして、宿を取って、あとの40人様が後からゾロゾロっと来るという。誰が43人なんてこと言ったんだよ。
え、うちにじゃああるめえし、40人も50人もドロ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 歩いてくるわけやねえじゃねえか、おめえ。何を聞いてるんだい。え、俺たちはな、飯を食うのも一緒、酒を飲むのも一緒、風呂へ入るのも一緒、旅へ出るのも一緒、43人でいるから43人ってんじゃないか。43人じゃない、43人。おーい、え、飯かけちゃった？魚切って。普段遅いのにこういう時だけ早くするんじゃないよお前。え、間違い間違い、43人じゃない、たったの3人。嫌なこと言うじゃないよ。たった3人で悪かったらよそい。え、これは手前どもの内緒話でございましてな。大きな声の内緒話だなおい。まあまあいいや、止めてもらおうじゃねえかな。せっかく上がるんだ、景気よく上がろうじゃねえかな。おう、そうしようそうしよう、うん、じゃあ上がらせてもらおうぜ。あ、そいや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 おいや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 、お客様お客様お客様、なんで景気をつけて上がってやってんじゃないか。いや、それはよろしいんでございます。後ろのお客様、まだわらじを履いたままでござる。おめえわらじぐらい脱いでやれよ本当に。何がどうしたんだい、どうしたどうしたなんてんで、この3人が先ほどのお侍の隣の部屋に入り、何が起こるか分かんないのんでございまして、おい若氏、こっち来てもらおうじゃねえか。ああ、俺たちはさっきも言ったように貸しの3人だ。今からおめえ風呂へ入って飯を食ってすっと寝ようなんて、そんな了見はこれっぱかりもねえんだよ。おう、どんちゃんどんちゃんこんばんは、なんずっと騒ぎたいと思ってんだよ本当に。あの酒用意してもらおう、酒な。俺たち普段いい酒飲んでんだよ、変なお前頭ピンとくるような酒いかねえでな。どん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 持ってきて、うん、注文してから持ってくるなんてことするんじゃねえぞ。どん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 持ってきて、で勘定は安い方がいい、それは誰でもいいんですわ。それからな、料理だよ、魚。俺たちは貸しでもってお前ピン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 跳ねてるような魚食ってんだ、変な魚いかねえ、いけねえでな。見繕ってもらってな、いい魚持ってきてもらおうじゃないかな。それからな、うん、そうだ、猫3匹捕まえてもらおうかな。猫、猫だよ。どのような猫が、どのような、おめえまさか本物の猫を捕まえてこようと思ってんじゃねえだろうな。え、大の男が膝に猫を乗せてお前ゴロ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 って飲み溶ける、それで酒飲んで何が嬉しいんだよバカ野郎。え、猫と言ったら三味線だよ、三味線の皮は猫で貼ってあるじゃねえかお前。芸者だよ芸者な、今からそれでどんちゃんどんちゃんやろうってんだ。いいところ3人ばかり見つくろって、あのな、器量はどうでもいい、あんまり良くなくていいんだよ、もう器量なんか悪くていい、うん、いいのが来るとね、男が揉めるから悪い方がいいんだよ、本当だよなんて。これから風呂へ入って出てくる酒がどんどん来る、おいやろうじゃねえか、へえなんてんで飲んでると、こんばんはなんて入って、おっ来た来た来た。正直な若い人え、気量悪くていいって言ったけど、これほどひどくすることはねえじゃねえかな。いるんだねこういう企業が。まあ何でもいいや、だってこれだったらお前揉めることはねえや。じゃあどん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 こう三味線弾いてな、にぎやかくやろうじゃねえか、うわーなんてんで、もう最初はヤギ節から始まりましてね、どんちゃん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 、最後は俺俺マツケンサンバーなんてんで、イハーチーイハーチーヘイお呼びでございます。敷越しでお話ができんもそっと前へ待つ。先ほど泊まりしより身ども何と申し、矢でもが総衆小田原宿大久保加賀の神様のご領分にいてもしないと申す、ませまなる言わずに泊まりしところ、何はさてタコももぞうも一つに寝かしおり、巡礼者が泣くやら駆け落ち者がよっぴって話イチャイチャするやら、相撲取りがいびきをかくやら、とんと寝かしおらん、今宵はませまでもよい静かなる部屋に案内をしてもらいたい、あれほど申したではないか。隣のあの騒ぎは何だ、うん、マツケンサンバだぞ。このまま行ったらお嫁3番目を歌わんとも限らん。とてもそんな歌は聞きとうない。
部屋を変えるか隣を静かにするかどちらかしてまいれ。申し訳ございません。先ほどでしたらまだ部屋が空いていたんでございます。あれからお客様が入りまして一人で入っていただいている部屋はここしかございませんの。隣を沈めてまいりますのでしばらくご辛抱どちらでもよい。早くしてもらいたい。わかりました。ごめんくださいまし。1、2、3番目2、2、3番目お嫁、お嫁、お嫁3番目ちょ、始まってるよ、本当に弱っちゃったな。あの、申し訳ございません。なんで、わけし、おめえも踊るのかい。いや、踊るんじゃないんでございます。ちょいとお静か、何が静かだよ、おめえ。賑やかい方が景気がついていいだ。手前の方はいいんでございますけれども、お隣のお客様が、うるさい。何を宿へ泊まって泊まりがうるせえだと。ガタガタ抜かすんならなこの宿を買い切れってんだ。え、何を抜かしゃんで。それがお隣がただ者ではございません。化け物か。化け物じゃないんでございます。刺していらっしゃる。かんざしか。かんざしじゃないんでございます。2本刺していらっしゃる。電卓じゃねえか。何を言ってんだよおめえ。俺たちは怖いものなんかありゃしねえんだよ。いやでもってば。せいちゃん、ちょいと待ちなよ。お前わけし、今おめえ2本刺してるってそう言ったな。それは刀じゃねえんだろうな。2本でございますから、これは刀でございますな。刀ってことになるよ。お前侍じゃねえか。さようでございます。何をなガタガタ言うんじゃねえよおめえ。え侍、それはまずいね。あた今矢でも鉄砲でも持ってこいとおっしゃったじゃありません。矢でも鉄砲でもと言ったけれども刀とは言ってねえ。侍はいけねえよおめえ。何かって言うとすぐにこう人斬り包丁抜き上がるからさ。わかった。静かにするよ。驚いたね。こうなったらおめえ寝るしかしょうがねえよ。わけし、布団敷いてもらおうじゃねえかな。しょうがねえ、寝る。おい、布団川の字に敷いてどうするんだよ。親子3人揃って川の字って、これはかわいいよ。おい、大の男が3人川の字に並んでどうするんだよ。真ん中と横がしゃべるときはいいよ。隅と隅がしゃべるときにはおめえ顔が見えねえじゃねえか。そういうときには巴に引くんだよと。知らねえ。しょうがねえな。頭をこう寄せてよ。そうするってとこう顔が見えるだろ3人とも。でこう寝たときに足をキュッと曲げるってと巴の形になるってんだよ。覚えときないな本当に。引いてくれたかい。じゃあ寝ようじゃねえかな。驚いたな。調子が上がっていいところだったんだけれどもな。変なあれが入っちゃって、しょうがねえな。まあな、これも江戸へ帰って話の種ってやつだよ本当に。江戸って言えばさ、これで蹴るって言うと相撲が始まるね。そうよ、相撲だよ。俺はね、あの高見盛りが好きだったんだよ。引退しまってよ。目は見えねえのにおめえ塩いっぱいまいてよ。俺あれ好きだったんだけど、俺はね捨て衣っていうのが好きなんだよ。何があってさ、坊主になったんだけれども相撲が好きでやめられなくて衣を脱いでまた相撲取りに戻ったてんだよ。こいつがね、軍配が帰るってとパーンとこう引きるってと前見たらカッと持ってこのぐぐっと寄っていくところがね、およしよ。おい、そんなところから手が届くと思わねえ。おい、だお花、一度握った回しは離すもん。離すもんじゃねえって。寝ててこれ持ってたってしょうがねえだろう。そうなったらお前起き上がるしかしょうがねえじゃねえ。ふんどしを締め直していいかい。前袋気をつけておくれよ。分かったよ。前蜜取らしてやるからさあ来いってんで二人が相撲を。おい、二人で相撲を始めちゃったら俺なお盆でもってこう行事をするしかしょうがねえや。はっけよおい。
登った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 ドスンバタンダタンバリンダーラーラーラーイハーチーイハーチーヘーお呼びでございます。敷居越しでお話ができんもそっと前へ参り見どこ最善泊まりしよりその方に何と申し矢伝は総主大田原宿大久保加賀の神様のご養分にて無事なやと申すませまなる宿に泊まりしところ何はさてタコも象も一つに寝かし置き巡礼者がよっぴて泣くやら駆け落ち者がよっぴてしイチャイチャするやら相撲取りがいびきをかくやらとんと寝かしおらん今宵はませまでもよい静かなる部屋に案内をしてくれと申したではないか。あれは何だドスンバタンガタンバリバリ足が出ておる。なんとかしてまい。かしこまりましてございます。ごめんくださいました。おお、和気衆一番行くか。だこれじゃ寝られないよ。あなた言ったでしょ。静かにして。すまねえ。すっかり忘れちゃう。静かにするか。悪かった悪かった。相撲の話なんかするからいけねえんだよ。力が入るんだからさ。力の入らねえ話をしなくっちゃいけない。力の入らねえ話ってと、まあ、色ごとの話だね。色ごとの話ったってね、この三人の中で色ごとの話のできるようなやつはいねえしな。色ごとの話は無理かね。おい、見くびってもらっちゃ困るじゃねえか。この源兵衛さんを忘れてもらっちゃ困るね。何を色ごとの話あるかかなんてもんじゃねえぞ。じっくり話してやろうじゃねえか。3年ばかり前だ。俺がちょいと体壊して川越の方へ行ってたことがあった。覚えてるかい。あの時におじさんのとこに世話になってたんだ。おじさんところってなんだ。小間物屋をやってる。担ぎ小間物といってな、小間物を担いでいろんなお屋敷をこう回って、いかがでございますかと回るんだけれども、おじさんの手伝いをして俺がそれをずっと回ってたんだよ。で、ある時おじさんが腰を痛めてな、で、俺一人で、塩梅は分かったから俺が行ってくるよってんで一人で回って行ったんだ。一軒のお侍さんのところ、石坂段右衛門という。ここのご神祖さんが、こういい女、色が抜けるように白いんだよ。何色？何色って、だから、抜けるように白い。だから、それは何色？いいんだよ、抜けるように白いんだから。で、俺が行くと、その時に限って、女中さんが出てこないでご神祖さんが出てきたんだよ。で俺に向かって「小間物屋良いところへ来た上がってくりゃれ」なんてんだよ。なんだよそのくりゃれもう知らねえだろ。ああいうところの奥方なんてのはね、くりゃれ言葉っていうのは使うんだよ。だから俺も上がってくりゃれた。おめえまで言うことはねえじゃねえか。上がるって言うとこちらへ来や部屋へ入るってとご神祖さんが「小間物屋そちゃ笹を食べるか」こう言うからね、たくさんはいただきませんけれども少しばかりならいただきますとこう言ってね。玄ちゃんって笹食べるの？たけのこ食べるってのは知ってたけどね、笹まで食べるとは思わなかったな。バカ、何を言ってんだよ。笹ってお前そういう笹じゃねえ。酒のことを笹って言うんだよ。でお調子があって料理が2、3品やね、小間物やどうじゃなんてんで酌をしてくる。俺が一杯もらってご神祖さんを見るってと飲みたそうな顔してるから、ご神祖さんもう一杯いかがでございます、いただきますなんてことを言ってさ、やったり取ったりしているうちにおかみさんがほんのり桜色だね。俺の顔もほんのり桜の木の皮の色だね。元が黒いからね。でやったり取ったりしているうちに
そのご新造さんと俺が割りなき仲になったと思いねえ、思えない思えよ、思えないよ。お前はね、そういうご新造さんに使われてる金庫車の女中と割りなきない仲になる、そういう顔だよ。何を言いやん。ここが男と女、縁はいいなもの、味なもの店だよ、ね、それからちょくちょく通ってたんだ。そうするとね、ある時この石坂段右衛門さんの弟の大輔というのが、姉上はいずこに行ってんで入ってくる、藩内一の使い手だよ。それが頂上をガラッと開けるってえと、俺たちのところに、姉上には何というみだらなことを、不義の相手はこの者や、その方から首をはねるってんで長いのをギラッと抜くから、俺だって切られちゃしょうがないから、ダーッと逃げ出す。な、廊下へ逃げると。逃げるとは卑怯者、返せ、戻せ、そんなことを言われて帰るやつありゃしねえや、ダーッと逃げるってえと、大輔も追っかけてきた。大して広いところじゃねえ、肉とかなくなるから、廊下から庭へポンと飛び降りる。大輔も後を追ってポンと飛び降りてくる。雨上がりでもって暁で濡れて湿ってるところへ、旅が新しかったと見えて、ね、大輔ってのがつるっと滑って石でもってダーッ肘を打つ。刀をポンと落とす。ここだなと思うから俺が刀を拾って大輔ってやつがダーッグヤーってんで殺しちまった。すごいことになったねするとご新造さんが、こんなことになってはうちにはいられん、駒物やわらわを連れて逃げてくやれなんて副作を出すんだよ。何かと思ったら中に50両だよ。わかりました、行きましょうってんで50両の金を懐入れて、おかみさんを見る、ご新造さんを見ると、着替えの着物をタンスを開けて出している。こいつを後ろから行ってうわーってんで切り殺しちゃった。何もそんないい女を殺すことはねえじゃねえじゃねえよ、おめえこれから逃げようってんで足を連れてたんじゃ逃げるに逃げられねえ。あ、人を二人殺して50両の金を取って逃げて3年経っていまだに捕まらねえと。ああ、やるんならこのぐらいの色ごとをしてもらいてえじゃん驚いたねえ、玄ちゃんって色ごとしだね驚いたなあ、玄ちゃんは色ごとし、色ごとしは玄ちゃん、あ、げんべいは色ごとし、あ、色ごとしはげんべい、あ、げんべいは色ごとし、色ごとしはげんべい、いはーちいはーちー、へい、寝られねえな、本当に。お呼びでございます。敷居越しでお話ができん、もそっと前へ進め。最前身どもと真正にその方に何と申した。夜店は総主小田原寺。黙れ、それは拙者のセリフだその時に万事世話苦労と申したが、あれは世を忍ぶ仮の名、まことの名は石坂段右衛門と申す前年妻と弟を撃たれ、逆縁ながら敵を探し、雨に打たれ風にさらされ、巡り巡って3年目隣の部屋に敵の源兵衛なる者からいることが相分かった。早速隣へ踏み込んで奴の首をはねようと思ったが、それはあまりに理不尽。その方を呼んで話をするのだが、これから身どもが隣へ行って源兵衛の首をはねるか、それとも源兵衛がこちらへ切られに来るか、二つに一つ返答を聞いてまいる。分かりました、大変なことになってごめんくださいまし、源兵衛割すぐに寝る、いえ今度寝ないでください。あたがたの中に源兵衛さんっていらっしゃいます？源兵衛俺だよ。あた、あの人を二人殺めたとかなんかって覚え若し、廊下でお前聞いてたな、話してやるからこっちへ来ねえな。え、人を二人殺して50両の金を取って未だに見つからねえという、このぐらい豪気な、豪気じゃないんでございます。隣のお部屋に石坂段右衛門さんという方がいらっしゃって、敵の源兵衛を見つけた、向こうから切りに来るか、あなたが向こうへ切られに行くか、
二つに一つ返答を聞いてまいれと言われたんでございますが、どうします？と、石坂段右衛門なんて侍が本当にいるのかい？そんな間抜け、およしよう。いや、俺がやるわけはねえじゃねえか。俺ね、両国でもって話を、飲み屋でもって隣で話してるやつを聞いて、どっかで一度やりたいなと思ってたんだよ。こらと思ったから言っただけで、嘘だよ。え？だ、顔見りゃわかるだろ、そんなことができねえな。だから、向こう行って、なんとか丸く収めてもらおうじゃねえか。わかりました。行ってまいりました。どうした？向こうから切られに来るか。いやいや。それがとてもそのようなことができるやつではございませんで、顔を見ていただければもう一目瞭然でございますけれども、何が間違いであるか。最前自分の口からやったと申しておるのに、それを今さら嘘だ方便だで済むと思うか。こうなったら隣へ踏み込んでやつの血煙を。お待ちくださいま。手前どもの部屋でもって血煙なんてことが上がりますと、ただの煙じゃございません。あとのお客様が泊まっていただくわけにはまいりませんで、何でございましょう、庭へ引きずり出してそこでもって血煙ということに。何でも構わん。さようか。二度その方のところに迷惑がかかってもいかん。それではこうしよう。明日の朝宿外れでもって出会い難きということにいたぞ。そしてな、友達がおったな。これは友達であるから助立ちをするであろうが、助立ちは何人おっても構わん。一緒に首をはねる。それから3人のうちもしも1人でも逃がそうものなら、この宿の者全員首をはねるから、そのつもりでいろ。かしこまりましたことよ。行ってまいりました。若石、丸く収まったかい？丸く収まりました。明日の朝まであなた命が伸びます。明日の朝宿外れでもってあなた出会いがたきってことで首がはねられます。少しも丸く収まってねえじゃねえかおめえよ。なんだいそれ。なんだいじゃないんでございます。そういうことになりましたんで、ちょっとみんな荒縄を持っといて、この人たちね、逃がすんじゃないよ。あんたにぐるぐるに縛りまして、柱に縛りつける。3人がベソをかいて泣いているという大変な騒ぎでございます。そこはそれお侍でございます。腹が座っておりますから、敵を隣に置きまして、高い引きでもってぐっとね、カラスカーで夜が明ける朝になりまして、伊八、いろいろ世話になったな。これは詐称であるが茶代でありがとうございます。でそこの障子を開けていただいて、ご覧いただきます。真ん中が源兵衛でございます。顔を覚えておいていただかないと宿外れでもって間違うといけませんの。おお、何であるか。三人えらく戒められておるの。何か悪いことをしたのか。悪いことと裸でカッポレを踊ったぐらいでございますが、もうな、何で。おお、わしが敵討ち。おお、いや、わしはな、ゆえあってまだ妻をめとったことはないよ。え？あた昨夜おっしゃったじゃありませんか。妻と弟を撃たれて、雨にさらされ、風にさらされ、仇を求めて3年目。あれか、あれは座教じゃ、座教じゃ。座教って嘘ですか？よかったね、あた。なんでそんな嘘をつくんですか。あの3人を見てごらんなさい。ベソかいて一晩全然寝ちゃいない。宿の者、私どもだって逃がしちゃいけないと思うから、誰も寝ている者はいないんでございますよ。あた、なんでそんなことを言ったんです。あのぐらいに申しておかんとな、拙者がゆっくりと寝られん。